六、千八百二十九、バイ・エヌ、ニコライ・クラソフスキー、カルスの方位、バイ・ジャニュアリー・スー・シャダルスキー、ロト戦争は、ギリシャ独立戦争に起因して、千八百二十八年から千八百二十九年に、かけて起こったロシア帝国とオスマン帝国の間の、戦争。オスマン帝国のスルタンは、ナバリノの海戦へのロシアの参戦に激怒し、ロシア船舶に対して、 ダーダネルス海峡を封鎖しアッケルマン条約を撤回した。1828年6月、ロシア皇帝ニコライ一世に率いられたロシア帝国の主力軍はドナウ川を溶かしドブロジャに侵攻した。それに先立ってロシア軍司令のピョートルビトゲンシュテーンはワラキアに移り、雲なくブライラ及びブカレストを奪取した。その後ロシア軍はブルガリアの首ルナ、 シリストラの3つの重要な砦に対して長大な包囲網を敷いた。アレクセイグリーグ指揮下の国会艦隊の援助のもと、9月29日にバルナが陥落した。主面には、ロシア軍より多い4万人強のオスマン帝国軍が駐屯したため攻略が進まなかった。さらに、オスマン帝国軍は、ロシア軍の補給路を立つことに成功し、それによって起こった飢餓と病気の増加は、 この戦争の交戦による死者数を上回る数の人命を奪った。冬が近づいたため、ロシア帝国軍は、主面から別サラビアへの撤退を余儀なくされた。1829年2月、その慎重さを臆病と評された老齢のビトゲンシテンは、より勢力的なハンスカールフォンディービッチと交代させられ、皇帝軍と共にサンクトペテルブルクに残った。 陸軍元水ディービッチに引きられた6万人のロシア帝国兵はドナウ川を溶かしシリストラの包囲を再開した。スルタンは4万の派遣団をバルナに送ったが5月30日のクレビチャの戦いにおいてディービッチによって全滅させられた。その後6月19日にロシア帝国軍の手によってシリストラは陥落した。同時にイヴァンパスケービッチは カフカース正面作戦において、アハルチヘの戦いにおいて、アハルチヘを、ペルシアからエレバンを、オスマン帝国からカルスを奪取した。詩人アレクサンドル・プルシキンを、アナトリア北東部のエルズルムへ連れ、6月27日、ポルタバの戦いの120周年記念を祝った。4月2日、ディービッチによるトランスバルカンへの攻撃は、オスマン側を飛び上がらせた。 それは10世紀のスビアトスラフ一世の軍事作戦以来、初めてのことであった。3万5千人のロシア帝国軍は山を越え、包囲戦の最中の朱面を回避して、直接コンスタンティノープルへ向かった。ブルガスは10日後に陥落したが、オスマン帝国軍の増援は7月31日には、まだスリベン近くを迂回しているところであった。8月28日までにディビッチは、 コンスタンティノープルから68キロの地点まで進軍し、オスマン帝国の首都にパニックを引き起こした。イギリスの旅行者、アドルフ・スレード卿の記したところによれば、ロシア帝国軍はその行く先で破壊と略奪を行った。スルターンは平和を求めること以外のいかなる選択もせず、1829年9月14日のエディルネ条約において終戦を迎えた。 国会の東海岸の大部分とドナウ川河口がオスマン帝国からロシア帝国に割譲された。オスマン帝国はグルジア及び現代のアルメニアの領域においてロシア帝国の主権を認め、セルビアは自治権を獲得した。ロシア帝国はオスマン帝国がその莫大な賠償金を支払い終えるまでの間、モルダビアとアラキアを彼らの繁栄と、 小取引の完全なる自由を保障することを条件に占領する権利を得た。海峡問題は4年後のうんキャルスケレッシ条約への署名によって解決した。ありがとうございます。